今回は人形峠に行ってみた。人形峠は数々の伝説があるが、その一つの中でもある話があった。母と小さい娘が峠で霧のためはぐれてしまった。霧の中、母は娘を探すが見つからない。霧が晴れると女の子に似た人形が一体あるだけだったのだった。そんな人形峠をご紹介しよう。それでは始まります。よし、はい、皆さんこんにちは。はい、やってきましたね、今日スピチューブ。というわけでね、今日はね、まあ夏休みの宿題みたいな感じで、ちょっと前々から気になってたね、場所に行こうかなと思ってるんですけど、岡山の県北ですかね、鏡野町と、鳥取ですかね、鳥取県の境目にある人形峠ですかね。皆さん知ってますかね。まあ幽霊とかそういう心霊スポット的な感じで有名なのは確かなんですけど、そのね、人形峠に核施設、なんかそういう核とか核エネルギーとかウランに関係したものがねあるということで、ちょっとねアポなしでね行ってみようかなと思うんですけど、まあ今一応ね人形峠っていう場所をねちょっと歩いてるんですけど、はい、ちょっとねトンネルを越えて、はい、バーッとね上を上がってきて今向かってるんですけどね。はい、というわけでスピチューブ始まります。人形峠っていうのはなんか車でも行けるみたいなんですけど、これはもしかして昔からの道なんですか ね。夜来たら怖いと思うんですけど、ちょっと登ってみましょうかね。一応ね、もう真夏っていうんですけど、ここだけはね、めちゃめちゃ涼しいんですよね。セミの鳴き声も、普通のセミじゃなくて、ずーっとね、ジーっていう鳴き声がするんですよね。ちょっと発電機のちっちゃい音のちっちゃいバージョンみたいなね、感じでジーって言うんですけどね。ちょっとね、開けた道に出てきたんで、降りてみようと思います。すみません。よろしくお願いします。あそこから、はい、はい。あそこから中入って見学するところがありますか。ああ、そうですか。ノリで見学とか行ってみたんですけど、そういう見学スペースがあるというみたいですね。ちょっとね、行ってみようかなと思います。一応ここがなんか原子力とかそういう関係のやつみたいなんですけどね。関係者以外立ち入り禁止みたいな。アトミックツアーにようこそ。
私と一緒に原子力と放射線をめぐる旅に出発しよう。コースは3つだ。ジョイスティックで行きたいコースのところに蜂のマークを動かして決定ボタンを押してくれ。君は原子ってどんなものか知っているかな？君のような人間はもちろん、君の周りにあるものは全て原子という、とても小さな粒が集まってて、はい、というわけでね、ちょっとね、あの施設の中に入ってきました。というわけでね、これからちょっとね、あの鳥取の方にね、なんかあの原子力に関係した広場があるということで、ちょっとこれからね、徒歩で鳥取市内、鳥取かな、鳥取の方まで行こうかなと思います。これね、キュリー公園ということで、やってきました。ね、このレンガなんですけど、放射性物質が含まれているということでね、有名なんですけど、もちろんその体には害のないレベルの放射性物質が、はい、やってきました。というわけで、結構原子力と意味のある場所にやってきたんですけどね。キュリーですね。キュリー夫人。キュリー。はい、というわけでね、今日は人形峠と鳥取の三朝の方にねやってきました。はい、というわけで今回ね、そのいろいろ人形峠はやばいぞとか幽霊が出てくるぞっていう話とかあると思うんですけど、まあね、おそらくね、まあ昔からのその言い伝えっていうか、まあその原子力っていうか、その放射性物質みたいなのが漂ってるから近づくなとか、そういうねことでね、なんかやっぱり昔の人はあそこはっていうね感じで子供にね伝えていったんじゃないのかなって思います。はい、というわけでね、今日のスピーチューブはこれで終わろうと思います。またね、引き続きよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。